久保さん、今回 Apple TV 4K が届きます。にしときましょうか。ちょっとね、Amazon で午前中配送でね、指定したんですけど、9時から12時の間に届くんですよ。まだ届いてないんですけど。届くかなワクワクですね。<laughs> 久保さん。<laughs> そう、ね。プロジェクターも買って Apple TV、Apple TV 4K、えー、買って、プロジェクター 4K 買ったんで、 ちょっと堪能しようかなと。何の話やねんっていうことなんですけど、あの、なんだろうな。あの、うん、これね、ブログでも書いたんですけど、あの、Apple TV 4K を作ることできますかでも、あまあ多分作れないですよね。 個人で作れますか多分 Apple TV 4K は組織を作らないと多分作れないと思いますよ。だけど、組織に属さなくても Apple TV 4K の開封動画を撮れますね。久 <laughs> 保さんね。レビューだったりとかね。まあこれね、ブログで書いたのが c a コムっていうね、あのー、サイト。まあもう何十年前に作られてね。 まあそれからまあ横展開していろんなその価格のサイトを作っていって、まあ、結局、当初一部に上場したわけなんだけどもあの組織に属さなくても情報をこの扱えるようになると、まあ、その価格コムボは、ね、組織として情報を扱ってるわけなんだけども1人でできるわけですよだから、もう1人でやるっていうのがもう最強の守りであり最強の攻めでもあるんですよリスクなくね。そう だからまあ、まあ、まあ YouTube がなかった時はブログでね、まあレビュー動レビュー記事っていうのがもちろん昔からあったんですけど、まあ動画なんかね、もう簡単に撮れるわけですよね。顔出ししなくてもね、開封動画撮ってる人たくさんいるしね、まあね、顔出ししたくないっていう人もいると思いますんで、まあ顔出ししなくてもレビュー動画、開封動画なんか撮れますし、開封してるだけなんで、うん。どうすかね開封してるだけですよ。いやでも見るんですよ。 どんな、まあ箱に何,何の付属品入ってるのかなって興味あるんですよね。どうすか <laughs> 僕はやっぱ見ちゃいますね。うん。だからまあ情報っていうのはすごく価値があるんだよっていう。しかも誰でも個人でも扱えるし、組織に属さなくてもいくらでもできると。場所もどうも問わないと。しかも無料でできると。 こんなね、だからもう、久保さんもう、Apple TV 届いたらもう、開封動画撮ろうと思ってるんですけど、まあ、早く撮りたいな、みたいな。もう今日ね、朝、朝で、もう久保さんの動画来る前にもう3本ぐらい動画撮ってて、まあそれ今からちょっと編集しようかなと思うんですけど、多分ねもう、もう今、もう今10時、9時半なんですけど、9時半では7本8本動画撮ってるんですよね <laughs>。暇だからできるんですけど、最近僕朝早いんで、 夜もね、ちょっと寝るの早くなりましたけどね、なんか。なんか10時とか寝,寝たりとかね、まあ、12時前にね、昔はちょっと、まあ、またちょっとね、逆転するかもしれないですけど、まう、あ、ほ自由にやってますね。うーん。まあ、最近散歩したりとか、もしたりとか。まあ今日はちょっとね、朝からやることあったんで、うん。まあそう、朝起きて、 まあ昨日今日今日か、今日の0時から、こう販売商品販売してるんですけど、まあ、それも、あ注文あったなみたいな、そう、はい、今、2万4800円で中あの売ってるんですけどあの、注文ありましたね、そう、朝起きたら、<laughs> すごいですよね、これもあの予約、ああのまあ、メルマガの予約配信してたんですけど。 で本当はね、0時から配信だったんで、一応、0時まで起きてようかなと思ったんですけども、ね、メルマガも予約しちゃったし、販売準備も全部できてるし、決済もできてるし、んくたばって、いつまで寝てましたね、0時、あの販売前に、まあ。販売前に寝るっていうね、<laughs> みんな販売するように、ね、頑張ってね、まあ、リアル店舗とかだったら、まあね、お店開けたらね、あのランチやってますよ、みたいなね、あの立たないといけないですけど、もはや寝ながら売り上げ上がるみたいな。 <laughs> すごい時代ですね <laughs>。ありがたいですよ。うん。まあテクノロジーの話もね、まあ出たりとかしてるんですけど、うん。ほね、組織に属さなくても、このテクノロジーを活用すれば、まあいくらでもあのお金は稼げるんで、うーん。か,明日か。明日その、そう、500万再生、あの出したね、あの切り抜きチャンネル今やってる。 熟成さんとミリオンヒットをね、9つぐらい出して、一番マックス500万回回るっていうね、一、ま、応、あ、音声対談取りますんで、<laughs> 明日た、<laughs> まあこれ音声対談も、ね、場所を、その熟成さん、どこ、大阪かな、どこに住んでるか分かんないですけど、あのスカイプでね、やるんですけど、関係ないですね, <laughs> ね、久保さん、久保さんとのやり取りもね、別に距離関係ないですよね。<laughs> Facebook のメッセンジャーでなんかリンクが送られてくるっていう。で、またリンク送るみたいな。この流通コストも0円だし、動画のやり合いも0円だし。な <laughs> んなんすかね、うん。いや、だから本当ね、ありがたいなと思いますね。うん、うん。まあ、タイトルどうしようかなまあ、Apple TV 4K にしましょうか。あれいいらしいですよ。なんか。 なんか今年ね、バージョンアップしたらしいんですよ。モデルチェンジしたらしいんで。で、初めて買うんですけど、ちょっとワクワクしてるんですよ。なんかすげえサクサク動くらしいんですけど。うん。いや、アプリ TV 4K と 4K プロジェクター、これ、かんねこの、これもレビュー動画撮れますし、組み合わせてちょっと楽しみですね。はい、ワクワクが止まらないですね、今日も <laughs>。今日午前中からワクワクして、テンション上がって仕事してるんですけど、早く届かないかな、みたいな。 うん、でもね、もう買うもんないかなままあ、車ですね。ほんとね、Z4 ね、そう。久保さん、Z4 ね、もう買うことほぼ確定なんですよ。で、いつ買おうかなって、今ちょっとキャッシュフローきついので、で、来年、令和4年じゃないですか。これ、令和4年にちょうど Z4 いいんじゃないかなみたいな。あ、これちょうど時期的にこれ、来年だったらいけそうな、いけそうだから、今年はね、ちょっときついんで、 ちょうど令和4年,4年に Z4 を買うっていうね。そう。令和4年4月。まあ、ああのが、元年が変わるときで4月じゃないですか、ちょうど。多分。で、令和4年4月、あの、Z4 を買うみたいな。こう、ごろ、なんかいい目標できましたね。もう買うことをほぼう、もう最近も結構ずっと見てるんで。車いいっすよね。うん。 車はね、ほんとね、車は裏切らないんで、うーん、やっぱ人はね、難しいですけど、車を裏切らないですね。愛情をかければ、ね、久保さん3ヶ月。<laughs> ま僕も150万の時3ヶ月ぐらいかかりました。タービン交換。タービン交換すげえ時間かかりましたけどねうん。僕も3ヶ月かかりました。<laughs> まだですかみたいな。そう。いやね、 でもまあすごくいい状態できっと戻ってくるんじゃないですかもうワクワクしてるでしょ職業さんもねそろそろだなみたいなまあ生きていく上で何かワクワクっていうのは必要ですからワクワクもお金があるとワクワクできる回数は増えるかなと選択は増えるんででもお金がないとワクワクっていうところはね新しいものも買えないだろうし うん。そう。だ贅沢というよりかはワクワクですよね。多分その、なんだろうな、まあ、生きていく上でね、アップル TV 必要かとかね、生きていく上で、まあ、プロジェクター必要かっていうと、全く必要ないですよ。だけど、ワクワクはあった方がいいと思うんで、んかそれを贅沢品って思うんだったら、贅沢品にしてもらえばいいと思うんですけど、僕はワクワク。だから、久保さんのキットもね、もう乗らんしね、大した。 別に必要ないじゃないですか。生きていく上で。生きていく上で、生きていく上で本当に必要なものがあるとするならば、ご飯ですよね。多分 <laughs>。それ、だって飯食わなかったら死ぬじゃないですか。だから本当に必要なものがあるとするならば、飯かなっていう。それ以外生きていく上で何もなくても生きていけるわけですから、飯さえあれば。だから、あとは全部ぶっちゃけ言うと贅沢品っていうね。うん、飯以外はぜ贅沢品なんじゃないですか。うん。 あとはどんなところに住むのかとか、どういうものを手に入れるのかとか、どういう車に乗るのかとか、まあそれは自分の、あの、ね、お金があれば、その選択は広がるわけですし。僕はすいません、時計とかには全く興味ないんで、時計1000万買う人の、ちょっとわかんないですけど、久保さんどうですかね、時計1000万とかね、買う人は買うじゃないですか。まあでもね、あの、車興味ない人からすると、1000万のキット、ね、全く共感されないだろうし。 でも、キットに憧れてる人はね、すげえなーって思うだろうし。まあ、人それぞれですから。うん。でもね、車はいいですよ。車はほんとね、いいと。だから、セルシオもね、久保さんもね、ね、この令和にセルシオみたいなね、動画アップしてましたけど、ちょっと再生されてましたよね。あの、いいんじゃないですか。あの、令和にセルシオっていうあのタイトル良かったなと思うんですけど、令和だからそこそセルシオみたいなね、逆、逆を行くっていう。 これ、良かった先すね、セルシオ。じゃあ再生回ってますよね。いまだにセルシオファンっていると思うんですけど。お、これ、久保さんもう2200回回してんじゃないですか、セルシオ。<laughs> 久保さんもう2200 22回回してんじゃないですか。700、584。すげえ。セルシオ結構、あれですね。セルシオもう5本、6本あ、セルシオ、セルシオが来るっていう動画も,もアップしてますね。 一緒ですね。アップル TV4K が来るう。ち、これ、アップル TV4K が来るにしとこう。<laughs> いや、久保さんも撮ってるな動画ね。<laughs> セルシオが来るって、俺と一緒。僕と一緒じゃないですか。やっぱり一緒ですね。<laughs> いや、面白いっすね。はい。いってらっしゃい。